セッペリン NT マスト社に経由される、セッペリン NT 遊覧飛行の様子株式会社日本飛行船は、埼玉県桶川のホンダやボートを運航基地と支持者保有の飛行船を運航して、広告宣伝、航空撮影、地質調査、測量、遊覧飛行などの事業を行っていた会社である。そのような事業を日本で行う唯一の会社であったが、二0 1年五月をもって、 事業を停止した。従業員数は40名。日本飛行船は航空機使用事業及び航空運送事業としての飛行船一石を保有、運航していた航空法に基づく飛行船運航会社である。飛行船運航事業に携わったことのある実務経験者、パイロット、整備士などを雇用し、自社による独自運航を目指した。 2002年3月26日名古屋で、名工大教授梅野正義、ジャーナリスト大塚義康、映像プロダクション社長伊藤剛等によって設立された後、2003年9月に日本優先株式会社の出資を受け、同社を筆頭株主とした日本優先グループの一員となった。2004年6月13日、ドイツのツェッペリン飛行船技術会社から、 セッペリン NT 一隻を受領し、2005年春から日本国内で営業運行を開始した。この機材を用い、上記のように販売促進、広告宣伝、広報、環境調査、観測、航空撮影などの事業を行っていた。2007年4月2日、日本郵船は当初予定していた黒字化にはまだ時間を要する状況にあり、また、 クルーズなどの同社事業との相乗効果も十分に発揮できる機会が少ないと判断し、日本飛行船の保有全株式を土地危機船株式会社に売却した。この結果、土地危機船は日本飛行船の筆頭株主となり、同社を土地危機船グループの一員とした。2007年5月31日には国土交通省より航空運送事業の免許を受け、 2007年秋から飛行船ユーランクルーズを開始した。2010年5月31日事後処理を弁護士に一任し、事業を停止した。6月16日には破産手続き開始決定し、倒産が確定した。ありがとうございます。